フォールアウトシェルターオンライン、遊んでいきます。今回はこちら、ジャック・カボット。このキャラクター使っていきましょう。そう、このキャラはね、単体回復能力は最強のヒーラーですね。で、フォールアウト4では、結構な量のクエストはね、用意されてますね。このカボット家には。で、現在はこの、後ろに見える、ロレンゾ・カボット。まあ、こいつが絡んでくるわけですが、規模で言えば、フォールアウト76の、オーダー・オブ・ミステリー、あれくらいか、またはそれ以上ですかね。で、結構最後にね、決断を迫られる選択がありますが、私はあの片方の選択は見たことあるんですけど、もう一つはね、今後機会があればプレイしていきたいですね。で、性能としましては、このキャラはまず、メモリーオブデン、そこで取得できますね。誰でも取れる。で、このフォールアウトシェルターオンライン、これ初めの頃はね、PV 主体だったため、もう結構このキャラクター、評価されていませんでしたね。一番ダメヒーラーと言われていた。もう使い道がないとかね。で、何よりも、放射能除去ができない。まあ、その理由が大きかったっぽいですね。しかしまあ最近ではもうメモリーデンのポイント、これが余ってきて、取得する人もね、結構出てきたんじゃないでしょうか。で、結果、コンバットゾーンなどでもね、たまに見るようになってきましたが、そのコンバットゾーンで見にしたのが、タンクを超回復する、このジャック・カボットでしたね。で、このスキルを見ていきますと、現在レベル50で攻撃力の 729% プラス9322を回復させる。まあ、これ比較としまして、軽度単体回復用のキャラクターがいますが、こちらは 367% プラス4082。で、プラスアルファで5秒間最大1ポイントの 15%。あとは放射能除去もできますね。全部回復できる放射能。まあ、軽度とジャックカボット、もう性能はね、ガラリと変わりますが、回復量においては、もうジャックカボットはね、凄まじいことはよくわかるんじゃないでしょうか。数字的には2倍ぐらいありますね。で、やはり見るべきは、回復量のパーセンテージ。これはもうこのジャック・カボットの攻撃力が高ければ高いほど、回復量が増えると。というわけで、アタッチメントは、この専用装備、インスティチュートの科学者。これで、攻撃力をね、マシマシのパーツを選びました。現在攻撃力が2370。相当上がってます。このキャラが現在攻撃力が3600あるので、もうアタッチメントだけでね、3分の2ぐらいアップしてる。で、これちょっと計算してみたんですが、まずアタッチメントがない状態、素の攻撃力は1300くらいですが、その時の回復能力は、だいたい19000くらいですね。で、このアタッチメントをつけた状態で、攻撃力3600の状態では、回復量は35000くらいになりました。だから2倍くらい違う。この攻撃力があるだけでね。35000というのは、今ジャック・カボットのヒットポイント、43000なんだよね。相当回復することがわかりますよね。で、現在レベル50なので、もっとレベルを上げていけば、さらに攻撃力が上がるので、それで回復量も増やせると。しかも今、星2つなんですね。だから今回は、ポイントが余ってるので、ちょっとランク5まで上げてみましょうか。まずはランク3。これで、ストレングスアップしますね。ランク3では、ステータス自体はね、あまりアップしませんね。で、まずは、ランクアップ。お、見た目が変わりましたね。宇宙服っぽくなりましたけど。これは防護スーツかな。で、さらにランク4にすると、結構ガッツリと上がりますね。いろんなものが。攻撃力にヒットポイントをアップする。ではランク4に。ランクアップ。さらに衣装が、ちょっと濃くなってきた。後ろのロレンゾは相変わらず、変わりがありませんね。これロレンゾかな？実はファーザー？そっちの方が似てる感じするけど。うん、ファーザーのような気がしてきたな。じゃあ残り、199枚ですね。交換しましょう。199枚取得しても、まだポイントは、たっぷりありますね。よし。これで、ランク5にすると、さらにストレングスアップ。体力も増えますね。ラックが2になるんだ。多少クリティカルが出るようになるんですかね。回復にしかしクリティカルは関係ないのかな。とりあえずランクアップ。見た目は、それほど変わりませんでしたが、戦力は3000ぐらい上がりましたかね。星2つから。現在の攻撃力は4100。これでちょっと計算してみましょうか、まだ。さあ、この状態では、回復量は39000。さらに回復量増しましたね。これレベル65になるとどうなるかですが、まあ、本日はね、これレベル上げてはいますが、プロリーグ、そちらでも遊んでいくんですけど、まだね、カジュアルマッチしか遊べないんですね、今日は。だからなんだかんだで、レベルは65の状態で戦うことができますね。回復量4万超えになりそうですけど、まあ、そこら辺楽しみですね。で、さらに特徴としまして、このインスティチュートの科学者、この4つ揃えると、軽度と同じくね、ヒットポイントの上限を超える回復量は、シールドに転換される。これがまた、かなり強力じゃありませんか？最大ヒットポイントが、
4万ぐらい増えるってことじゃないですか、これは。ライフはマックスのキャラクターに対して使うとね。で、パーティー構成ですが、やはりジャックカボット、単体のヒーラーなので、もう一人ヒーラーが必要ですね。ダブルヒーラー。まあ、もしくは、早期決戦型にして、まあ、ヒーラーは、こいつ一人という方法もあるかもしれませんが。まあ、なので、もう一人のヒーラーは、キャリントンか、神父。どちらが使えますかね。インスティチュートの科学者のアタッチメント、それマジソン・リーがね、装備していたものを使ってるんで。まあ、今回はマジソン・リーは、下がってもらいましょうか。で、ダブルヒーラーになると、ちょっと耐久戦になりそうなんで、攻めよりも、守り的な感じになる。なので、サポートは入れずに、アタッカー二人にするとか。まあ、そこら辺は、相手次第でしょうね。どうするか。では、まずはコンバットゾーンで、腕試しでいきましょうか。戦力同じぐらいの人とね。これは相手は、アタッカー二人にサポート、ニックか。なかなかバランスがいいね。このパーティーは。アタッカー二人だから、ガード二人にした方がいいかな。ちょっとアタッカーの戦力が高いんですよね、この二人。それが気になる。マンタマンが耐えられるかどうかだな。よし。ガードも二人にしよう、こちら。では、タンク二人にヒーラー二人。で、アタッカーは一人。これで攻めてみましょう。まあ、ニックとケイトに対してね、マンタマンが相性いいんで。それをうまく、ジャック・カボット、こいつが回復してくれればいいんですが。あとはキャリントもね、ニックに対して相性いいかな。何は止まれ、挑戦。さあ、どうなる。我々は左ですね。あ、ニック先制攻撃型ですね、これは。いきなり全員のアクションポイントが下がってしまったが。しかし、あ、こちらケイトが死ぬぞ、いきなり。やばいやばい、死ぬ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 。ケイトが早くも潰された。しかしまだわからないぞ。こちらにジャックカボットがいるんだ。超回復を見せてくれ。まずキャリントン回復。急いぞ。お、やった。相手は反射したようですね。こちらの怪獣の庇護で。ジャックカボットはどうなる？ジャックカボットさん、お願いします。そろそろ回復を見せてくれ。カボット、カボット、よし来た。ジャックカボットの超回復。ああ、結構回復したと思ったが。それほどゲージは増えませんでしたけど。まあそれでもね、この回復量が高かったせいか、相手崩せましたね。やはりアタッカー二体構成。恐ろしいが。よし。なんとかまだ回復で耐えてる。やっぱり PVP はね、なんだかんだでじゃんけんですからね。こちら相手の構成を見て、選べる方が有利でありますよね。よし。なんとか勝利した。4万ぐらいは回復できてるはずですけどね。もうちょっと確実に、確認したいね。これはヒーラー二人か。長期戦になりそうだな。よし、じゃあ我々のパーティーはこれで行きましょうか。相手にキャリントンがいますが、まあ、ヒーラー二人なので、ジェシカで潰していく。で、タンクは一人ではありますが、カボットでね、耐えてもらいましょう。まあ、回避能力は結構あるんで、そこそこ下げてくれることを願いながら、いざ勝負！我々左。さあ、はじめのこの、打ち合いでね、タンクはどれくらい減るか。それによって、すぐ負けてしまうかどうかわかりますが、今回大丈夫ですね。いいぞ、ケイトで、まずストロング潰していく。回復量は、今のところ問題なし。おっと、相手のシルアートに潰されたが、ジェシカで、乱していく。ジャック・カボットが、誰が回復した？マークソンが回復した。マークソンに余剰の4万シールドがつきましたね、今。さあ、今のところ、順調だが、さらに、ケイトで潰していく。デズネモーナの攻撃は、あまり痛くないね、今のところ。シルアシルアート、マークソンが潰されてるが、まだ大丈夫。さあ、ジャック・カボットが次は、ジェシカを回復した、一気に。4万余剰シールド。マクソンの、全体走者。ちょっと相手のヒーラーがまだ、硬いな。もうちょいでしかし、ファーザー落としそうですね。一人落としたら、こっちのもんなんだが、ストロングはもう少しかな。相手はね。ああ、しかし、結構な回復量だな。よし、ジャック・カボットが、次は、マクソン一気に回復。いいねいいね、回復量は。抜群だ。ストロング落とせ。キャリントンで回復して、いいぞ。二人のジェシカとマクソンのダブル攻撃。ファーザーを落としましたね。ストロングを落とした。やった。一気に崩した。カボットが自分に回復して、一気にすごい。マックスからシールドまで回復しましたね。すごい量。よし。二戦目は思い通りでしたね。見事。では、プロリーグカジュアルマッチ。メンツはこんな感じですね。今回もバランス配置ではありますが、ヒーラーはジャック・カボット。それと、キャリントンか神父。これも優先してね、選んでいきましょう。我々は先行、左側。相手はヒーラーが、1、2、ヒーラー2人？このヒーラーか。あ、4人。カボットがいるな。タンクが1、2、3。タンクは3人。4人。まあ、バランスはいいですね。じゃあ、ピンポイントで、キャリントン。バーン。誰がバーンされますかね。
カボット選ぶ人いないでしょ、大抵。キャリンとか。じゃあこちらは、ジャック・カボット会だが、この前に、まずは、神父選ばないとね、潰される可能性がある。次はタンクあたりを潰してくるかな？シュラウドに、ストロングか。で、パーザーを選択。じゃあこちらは、タンクを潰しますか。タンク4人いるけど、まあ、ケイトに、ジーク。いや、アタッカーはどうだ？アタッカーが、エイリアンが意外に恐ろしいな、これな。まあいいや。タンク2人を選択。ケイトに、カボットは最後に選択するとして。よし、ケイトにマークソン。こちらはジークに、ガービーが潰された。問題なし。誰を選んでくるんだ？お、デズネモナにサラか。なかなか強めですね。しかしまだ、タンクが選ばれていない。タンク潰しに行くか？いや、こうやはりね、アタッカー潰そう。この二人あたり落とそう。バーン。そしてこちらは、ジャック・カボットに、もう一人どうしようかな。相手は、多分アタッカーでね、また攻めてきそうなんで。こちらは、バランス型でいくか。ハイパーでいいかな。定番ですね。さあ、ジャック・カボット。活躍するかな、今回は。相手はマークソンに、ロレンゾ。相手タンク、選びませんでしたね。これ恐ろしいな。我々左。ロレンゾは、これ柔らかいぞ。スケットキャラですね、これは完全に。先に叩いていく。ジャック・カボットが、一気に超回復して、シールドもついている。これは硬いぞ。ケイトが。まだケイトは耐えてる。一気にサラを潰して。残りは3人のみだが、これはもらったか？いや、まだわからないな。神父で一気に回復。ケイトでぶん殴って、ファーザー潰す。そして、カボットで自分を回復した。一気に超シールド。デズネモナリ・マクソン。意外と強いが。これでトノエ。よし。まあ、これはちょっと、構成に下がったかな。我々はここ、右側。相手のヒーラーは、キャリントン、ファーザー。ヒーラー3人かな。タンクは、1、2、3。タンクも3人、4人。じゃあヒーラー潰すか。まあ、キャリントンでいいかな。妥当ですね。次は誰を選ぶんだ？ここでヒーラーを選ばないと、私にイニシアチブがありますね。優位に立てる。ファーザー。まあ、妥当か。で、次はタンクを潰そう。ストロングにケイト？この二人でいいかな？SR のみですね、残りタンクは。まだどうなるかわからないが。まあいいや、タンクを潰させてもらおう。ニックが選ばれたから、誰でもいいか。まあ、ケイトでいいかな、こちらは。次はシュラウドあたりじゃないか？潰してくんのは。シュラウドにガービーか。なるほど。アタッカー潰してきましたね。G マーにパイパー。これはやばそうだな。構成的に。エイリアンあたり恐ろしい。ダンスも恐ろしい。うわぁ。しかし、これは、タンクを潰して、念には念を入れるか。一か八か。タンク超潰す。こちらは残り、アタッカー一人ですね。じゃ、ヒーラーに、アタッカー、ダンスもいるか。とりあえずヒーラーに、マークソンを入れよう。我々のダブルヒーラー、耐えられるんだろうか。誰を潰してくる？キャリントンに、ダンス。さあ、どうなる？アタッカー、超アタッカーやべ。これやべえぞ。固めるか。まず、カボットに、マンタマン。ジークで反射、生きるかもしれない。どうかな？マンタマンより、難しいな、これ。マンタマンは硬いからね、多分ね。これで行ってみよう。どうなるかわからないが。さあ、我々は右側。ジャック・カボットの回復量はどれくらいか。パイパー先生方だ、これは。やべえぞ。しかし相手は、ファーザー。一気に落とした。タンクいないから。二人で攻め込んでいく。しかし、ケイトがもう死にそう。しかし一気に回復して。ジャック・カボットは超回復した。回復量が見れなかったが、持ち直しますね、ケイトは。相手の声が痛い。痛いが、神父で3分の1カット。マークソンで炙っていく。ガービー潰して。よし、いけるぞ、このまま。潰せ、潰せ。まだわかんないな。やばいやばい。デズネモナが痛い。痛いけど、ジャック・カボットが神父を回復した。よし、これはもらったかな。残り1人。さらにケイトで潰して。よし。やったね。ジャック・カボットの回復量の数値を見たいな。スローモーションで見れるかな？どれくらい回復してるか。今まで回復量でね、一番すごかったのが、パイパーと組ました時のミステリーの女王でしたね。ミステリーの女王が何万ダメージも与えるから、強い敵に対してね。それでライフスティールで、回復量もね、何万ってなってましたけど。我々ここ、右側。相手のヒーラーは、1、2、3。ヒーラー3人。タンクが1、2、3。タンクも3人。アタッカーが多めですね、相手は。じゃあ、キャリントン潰していいかな。キャリントンかファーザーか。まあ、キャリントンでいい。ここでヒーラーを選ばないと。やっぱりファーザーか。
こちらはマンタマン出しましょう。だからこの二人を潰す。いや、マンタマンなら、ストロングだけでいいか。その他、やばそうなの潰そう。ニックかシュラウド。ニックがやばいか、意外と。でもダンスとか怖いよな。アタッカー潰すか、先に。いいや、ニックでいいや。ストロングにニック。こちらはマンタマン選択。ケイトとアンタゴナイザー。どちらとも相性がいいですからね。キャリントンにダンスが潰された。お、ケイトにシュラウドか。やはりそうきたか。じゃあ残りアタッカー潰させてもらうか。この二人でいいかな。デズネモナはやらしい気がするが。ガービーより、ダンスにデズネモナにするか。まあ、ここは誰選んでも一緒ですね、あとは。じゃあ俺はシンプに、アタッカーを誰にするかな。またはマクソンでいいか。なんだかんだで強いからね、マクソン。誰が来るかな。ジャック・カボットは、潰さないでくれよ。マニアックなキャラなんだから。ファーザーにガービーか。問題なし。そして、あ、マクソンに、狙いや。硬いね。ジェシカ選んでいくか、こっちは。ヒーラーを潰していきましょう。ジャック・カボットに、ジェシカで、相手をかき乱していきましょう。これはどうなる？我々は、右側。怪人の庇護でね、マクソンは反射できるんで。それも相性はいいはずですが。今んとこまだ耐えてますね、マンタマン。マンタマン潰されたが、怪人の庇護発動。しかし、タイミングがちょっと合わないか。おっと、シルバーシュラードで、マクソンが潰されている。さらに怪人の庇護。マクソンを反射するぞ。ガカッと反射して、神父で回復。ジャック・カボットで、マンタマン超回復して、マクソンで炙っていく。いいぞ、もうちょいで、シルバーシュラード。いや、相手のマクソン落としそう。もうちょい続けて、よし、これで反射で落とした。さすがマンタマン。勝ち、こっちだね。さあ、相手は、アタカ一人落ちだが、系統落とした。さあ、ジャック・カボットで、ジェシカ回復。よし、もらったな。これで勝利。勝ってるね、今回は。我々は先行。相手は、タンクが4人。ヒーラーが、ジャック・カボットがいるぞ。マジソン・リー。ヒーラー4人か。バランスいいね、どれもね。ストロングにしようかな。今回は、ケイトとアンタゴナイザー。どちらも相性はいいからね。ストロングを潰す。お、ストロングを潰してきた。じゃあこちらは、マンタマンですね。マンタマン出陣。キャリントにケイト。もうすでにタンク選んだからね。タンクはそんなに潰さなくても。良さそうな感じありますが、アンタゴナイザー選ばれましたね。次はヒーラー潰すか、じゃあ。アタッカーは、アタッカーそこそこいるね。ヒーラーいらないか？アタッカー潰そうかな。意外と怖いな。ミステリーの女王、どうなんだ？わからん、これ。何を選んでもわからん。ここはヒーラー潰していこう。マジソン・リーか、狙いやか。この二人でいいか？ SSR。ヒーラー二人潰し。我々は、またマクソンに出てもらうか。安定のマクソン。それと神父。シュラードにニック。強気を削ってきましたね。ケイトに、お、デズネモナ、タンク二人か。これを崩すのがやや厄介そうではありますが。ヒーラーをさらに潰せるぞ。ジャック・カボット、どうしようかな。相手一人。ヒーラー潰して、完全にしてみるか。そうなるとやはりこちらも固める必要が出てきますね。ジャック・カボットに、ジーク？どうだ、ジーク。反射。まあ、ガービーあたり来たら反射できますけど。固めた方がいいな、やはりな、こちらもね。これで行ってみようか。相手は攻撃系で来るでしょう。おそらく。お、ガービー来ましたね。ガービーに対しては、ジークは超強いからね。ただ、サラがちょっといやらしいかな、相手の。我々左。マンタマンは、こちらの二人のガードに対して、とても相性がいいが、相手の攻撃はまだ、分散できてますね。早速、ジークが、反射していく。マンタマンのパンチラッシュ。おっと、ケイトで潰されたが、怪人の火は発動。さらに反射中。ボコボコ反射してるが、カボットが、自分を回復した。一気に超回復したい。いいぞ、神父がさらに回復。マークソンで燃やしていって、相手のガービーは死にそう。お、いつの間にか。相手は一気に崩れましたね、これはね。反射が強かったな。相手のアタッカーに対してね。さらにジャックカボット。マンタマン超回復した。さすがに、体力のない状態のタンクを回復しても、全回復とかはね、無理っぽいね。我々先行、左側ですね。大丈夫か、この名前。本名じゃないだろうな。一名バンする。ヒーラーが1、2、3、4。ヒーラー4人、5人。ヒーラー多いね。タンクが1、2、3、4。タンクも多い。アタカーが少ない。
デズネモーナ、エイリアン、アタックが少なめなんで、アタックは潰していきましょう。ファーザーがバンされた。じゃあこちらは、神父でいいかな？神父を選択。ケイトに、パラディンダンス、そうきたか。サラを選択した。どういうことだ？これは、アタッカーを潰してくれというのか？この二人、相手は耐久パーティーになりそうですけど、プロリーグはね、ファナティックモードとかいうのありますからね。よし、アタッカー潰し、完了。そしてこちらは、タンクに、まあ、マンタマンですね。それとアタッカー一人選ぶか。マンタマンにマクソン。相手ヒーラー、固めできそうだから、ジェシカ入れた方が良さそうだね、今回は。シュラードにニック、定番ですね。これは相手どうなるんだ、一体。すごい気になるけど、狙いや。さらにヒーラーか。これ以上硬くなられるの困るんで。タンク潰すか？とりあえずタンクの二人。意外とパイパーが強いとか。どうだろうな。こちらはジェシカに、ジャックカボット。これでいきましょう。攻撃能力は、やや下がりますが。ジェシカでね、潰してもらいましょう。相手は、パイパーに、サポートのケロック。どうなるんだ、これは。我々左。さあ、相手はパイパー先生方。しかし、エイリアンとか潰してますからね。エイリアンがいれば多分、負けていた可能性があった。パイパー先生方で、ね。さあ、マンタマンが結構ダメージもらってる。これは意外とまずいぞ。まだ耐えてる。ジャックカボットカボットカボット来てカボットさんああ、なんとか隠してる。なんとか間に合ってる。よーし相手は潰した。危なかった。相手が意外と、アタッカーいないね。恐ろしかったね。こちらは、一気に相手二人崩して。まあ、これはもらったでしょう。監督官の装甲はね、私も集めてるんで。まあ、そのうちパイパーでね、使ってみたいですね。よし、こちら勝利。我々先生、左ですね。相手のヒーラーは ?1、2、3。ヒーラー3人。タンクが1、2、3、4。ヒーラー潰していいか？とりあえずキャリントンだな。キャリントンを潰す。相手は迷ってますね。お、シュラードか。じゃ、とりあえずこちらは、マンタマンでいいかな。マンタマンを選択。さらに、誰を選んでくるんだ？お、キャリントにファーザー。そして、あら、シルバーシュラード。ということは、これはヒーラー潰し？また恐ろしい戦闘になりそうだよ、これ。どうなるかわからないよ。とずヒーラーをバーン。我々は、神父に、アタッカー一人でいいかな。まあ、定番のマクソン。さあ、恐ろしい戦闘になるぞ。相手の、アタッカーが恐ろしいぞ、これは。もう一人単価しようかな。ジェシカにニック。ああ。強いのを選んできますね。お、あーっと、ストロング。選んできたか。ニックにシルアードにストロング。これやばそうだな。攻撃阻害系が見事揃ってますね。残りこの二人。パイパー怖いか。うわー、わかんねえ。これわかんねえぞ。パイパーが怖い。今んとこパイパー恐怖症。すでにニックがいるからな。うわー、ダメだ。どれ選んでも一緒だ。ハイパーにジマ。じゃ、ジャックカボットに。もう一人、ケイとかジーク。で、固められるかな、これ。相手アタッカーが、エイリアンだからな。ケイとはいいかもしれない、これは。これで行こう。タンク二人で、分散するぞ。どうなるかまだわかんないぞ、これは。相手はヒーラー落ちですからね。お、やはりサポート二人。そうでしょうね。相手サポート三人か、じゃあ。ニック入れて。我々左。さあ、どうなる？相手はなんか早いな、攻撃は。いきなりサラの攻撃が飛んできた。しかし、今んところまだお互い、順調ですね。ケイトに殴ってはいるが、うわぁこれ危ないケイト死ぬ潰されそう、ケイト。回復が間に合わないぞ、これ。おぉ、ギリギリ、間に合ったちょっと間に合った回復が。うわぁ相手が強いなんか知らんが強いすごい強いうわぁ何が起きてるんだ、これは。一気に潰された。よくわからない状態で。これは何だってんだ？完全にヒーラー潰したのにね。これで負けちゃうんだ、こっち。参ったな。このストロンが強かった気がするね。すごいダメージ食らったぞ。サラが連射力あんのかな、これね。サラでこちらの防御を崩されて、それでやられてるような感じがするね。ああ、負けた。なんて、絶対負けると思わなかったり。いや、無念だ。我々先行、左、一名バンする。ヒーラーが、1、2、3、4。タンクが、1、2、3。タンク3人。ストロング潰すか。今までの範囲としては、やっぱシルバーシュラードとかニック。そこら辺がやばかったね。今回ジェシカいるね、相手に。乱されそうだな。ジェシカも潰していきたいね。
我々はダブルヒーラーで行くからね。ファーザーが選ばれた。ではマンタマン。祀った。これヒーラーは潰される。マンタマン間違えたな。相手が見せてくれるように。お願いします。カリンタにジャック2された。今回は仕方ない。構成変えていこう。デズネモナー選んできましたね。タンク潰すか、じゃあ。よし。タンクがいないんであれば、さっくりいけそうな感じするけどね。ヒーラーに、シュラウドかニックか。タンク相手にいないんだから、じっくり攻めさせてもらおう。固めてね。こちらタンク二人。ケイトで結構潰せますからね。ストロングに、パラディンダンス。さあ、アタッカーが来るか？恐ろしいパーティーが来るのか？お、ヒーラー二人か。まあ、あとは誰を選んでも、一緒でしょうね。ダンス。ジェシカ。先ほどのサラが怖かったけど。誰でも一緒だな。こうなってくると。サポート潰しのがいいのかな。まあいいや。ダンスにジェシカ。こちらは、アタッカー二人にするか？ヒーラーもう一人入れたいとこだが、もういないからね。パイパー入れるか。マークソン。行動阻害で、シュラウドにマークソン。この二人行ってもらうか。さあ、どうなる？誰だ？サラに女王か。アタッカー二人。我々は、左ですが。さあ、まずは、キャリントン潰そうですね、これは。あっさりと。これを潰してからが本番だ。よし、早速キャリント落とした。狙いはもう、潰していくぞ。ケイトが、うわ、ケイトが一気に死にそう。持ってかれてる。しかし、シルバーシュラードで、相手の行動を阻害していく。マークソンでさらに燃やして、あーっと、相手を一気に崩した。これは、もらいましたね。ジャックはいない勝負でしたが、相手もジャックを潰してくることがあるんですね。神父ではなくて。よし、それでは今回はここら辺で、一回終了しましょうか。まあ、ジャックカバーと今回使ってはみましたが、ダブルヒーラーで行くんであれば、プロリーグもね、ありかもしれませんね。まあ、入れておいても、相手をかき乱すのに面白いかもしれない。まあ、また今後も機会があればね、ジャック、どんどん使っていきましょうか。ではまた次回。